けれたけれたけれ心は殺すことある。今回の動画は外録チャンネルウルトラビップスポンサー岡本よしきゲームチャンネルさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。追いつけないなつまんないくせに成功してる時だけど相性終わる奇跡を恨むと燃費悪い衝動単に人別々のバカなだけなんだってもっと特別な俺でいられるって根拠ない自信でどうかばくれよ使えないやつはみ出したやつ全部のけてくのがかっこいいじゃん My death out of mask やし涙なら甘さを引き立てる隠し味なんて隠れとけあいつが実はできたやつ言わずとも人間的に輝いて世界中ができたった時に味方だった人を愛する方が忙しいな疲れそうに日本で疲すいませんよろしくお願いします。よろしく。どこで？あ、この、ね、上に行くんですけど、すいません、めちゃくちゃ緊張してます。なんでだよ。いやだって初めてまずあんまり人に逆らう店だったこと動画で伝えることないじゃないですか。でそんな人にお願いしますって受けてくれるっていうのがもうなんか初めての体験すぎて。でもおさむさんがリツイートしてくれたじゃないですか。した絶縁することが一番面白くないって牛田さんが言ってたことが一番なんかジーンときたなと思ってそれをツイートしたらそれリツイートされてリツイートしてくれたと思ってなんかそのリツイートされて感動するって初めて体験したなと思ってすいません本当今日のライブのチケットは売れてんの？なんとか完売しそう。よかったな。なんとかはい。あ、すいません。どんな1週間ですかおさむさん。最近コロナになって会議の仕方が変わった。テレビの会議は比較的お昼までにリモート、ドラマの書き物、はい、とかが多いから舞台とか、はい、結構お昼以降は執筆ものみたいな時間を結構割いて、はい、まあラジオに出るものは自分で出たりとか、あと現場に行くものも自分がこう演出と名を掲げてやってるものもあるから、それは結構現場に行ったり。演出はあれですか、番組の演出とかが番組もアベマの番組とか、はい、自分で演出と名を掲げてやってるものもあるね。テレ東の森武さんが司会のオーディション番組なんだけど、はいはい、それは自分で総合演出をしてやってるかな。リハとかもするみたいな感じなんですか、お話を言って。あ、でも結構その、なんていうの、オーディションも本当に全部現場も行ったりとか、まあもちろんディレクターは立ってるけどね、それぞれ。休みとかってあるんですか？休みはでも、まあ、ないっちゃないけど、はい、最近はだから、あれですよ、その三谷が、あそこで、はい、言っていたこと、その放送作家、まあ、いきなりこんな話したらあれだけど、はい、放送作家ってさ、はい、不思議な仕事じゃない、まあ、頼られる存在というか、てか親にさ、いまだに何なのって聞かれてさ、はい、で、ほら、その掛け持ち云々ってすごい言ってたけど、まさにそうで、はい、なんか面白くて、放送作家って、はい、逆に言うとテレビ局の人からある線を越えようとするとすごい嫌がられるの分かる。そこまで決めないでくれたんですか？というか、いや、すごくもうだ自分が過去にやってきた番組で結構そのいやもうそれ演出じゃないかとかプロデューサーじゃないかと思うものもあるんだけど、はいはい、でもあくまでも肩書きは放送作家で、はいはい、例えば演出って名乗ろうとしたりとか、はいはい、そういうことに対して異常にこうなんていうの嫌がる人って結構多いのよ。あ、そうなんですか。そう、あ、そっちの目線の話はそいつが聞いたことないからそういうあれがあるんですね、うん、それがあってだから、はい、俺は多分30から舞台を始めてんだけど、はい、自分の中でそのコンプレックスが多分あるんだよね。
放送作家ってすごくだから何、僕は本当にあの三谷があそこで言ってたコンサル的なところを、まあでも物によってはやっぱり、例えば番組ではすごいもっと深く書かなきゃいけないとか、そういうものももちろんあるんだけども、でもなんかそのコンサル的なものだったりとかして、ある意味その割り切りもあるわけじゃない。うんうん、それで分かるよ、その三谷みたいなディレクターが怒ってるだろうなとか、俺の一言で、やっぱりその、あれの三谷の多分、あれを見たことによって、本当だよなって思ってる、俺に対して思ってるディレクターめっちゃいると思うのよ。ほうほう、だから、あ、多分これ見たディレクターめっちゃうなずいてるやついるだろうなと思いながらも、放送作家として、ほうほう、ある意味割り切れなきゃいけないとこもすごくあったりとか、うん、舞台って自分で演出して書くじゃない、うんうん、全部自分の責任になるじゃん、お客が入らないのも。ほうほう、あのだから、なんかそれはすごい、こう自分の中で、それをやってることに対しての自分の自信みたいなのはあるのよ。だからすごい舞台を今も、あの松也君と一緒にやったりとかしてるところもあるんだけど、でもやっぱこの5年ぐらい、まあ、特にスマスマが終わってからだけど、自分の中でやっぱこうアベマでやるものとかそういうものは企画とかそれだけじゃなくて、演出とやれるものはちゃんと自分で責任を持ってやりたいというか、そういう気持ちもすごくあって、でオーディション番組が始まるときに、はい、結構 LDH のオーディションがメインになるんで、まあその、いろんな希望もあって、でやらせてもらってるっていうところもあって、だから結構そうは今時間結構取られるけど、フジェックも多いしね、自分のコンプレックスから始まったことだと思うけどね。それは書き物があるじゃないですか、で、うん、会議もすごい上手やってるじゃないですか、だから本当にその、うん、家族とかと過ごしてる時間とか あんな、でもインスタとか見ると確かにあるあ、でもそれは結構ね、あのちゃんと、なんていうの、俺言うと奥さんに怒られちゃうけど、そのスケジュールの中に入れてるって言ったらあれだけど、あ、もうそのあるんですか、ここをその大島さんと、そのあとこの日はこの時間をちゃんと子供と過ごさなきゃとか、なんかそういうのはすごくこう意識的にやらないと流れるじゃん。仕事というよりもなんかこう油断しないようにちゃんと、あ、なんかこう仕事しすぎて遊べてないなとか、うんうん、まあ、でも時間じゃないと思うんだけど、ね、1日までずっといたからいいってわけじゃなくて、1時間でも何したかじゃないって俺は思うんだけど、うん、ちなみにその千葉の どういうところにあるんですか。千葉のね、南房総市っつって、俺は千倉町ってところなんだけど、もうあの房総の最南端、じゃあもうめちゃくちゃ田舎なんですか。田舎で、昔アクアラインがなくて4時間ぐらいかかったの、車で東京来ようとすると。ほうほうほう、近そうで遠いというか、入ってくるものは例えば日本放送も入るし、テレビ局も東京のものが全部入るじゃない。で本屋に行ったら東京の雑誌も並ぶ、すぐ並ぶんだけど発売日に。だけど行こうとするとめっちゃ遠くて、映画館もない、高校の時にレンタルビデオもない、うんっていう状況の本当にすっごい田舎で、そこで育ってきたって感じかな。そのなんていうか、子供の時からそういうエンタメというかテレビというか娯楽、ほら俺のでも1972年生まれだけど、もうテレビがとてつもなくキラキラしてたじゃない。小学生の時にはドリフ見たけど、でも途中でひょうきん族が始まってみたいな、たけしさんとかさんまさんとかタモさんとかビッグスリーと連動されて出てきて、でなんかその時代にテレビをすごく見てて、面白い先生がいて、小5の時にすごい自分のこう人生の糧となった先生がいるんだけど、その先生がちょっと変わって教育方法で、もうちょっとお亡くなりになられちゃったんだけど、お坊さんなんですよ。お坊さんもやってて先生なんだけど、その人のクラスになると全員、まあ大体高学年なの、俺は5年生だったんだけど、何日目かの授業で全員一人ずつ好きな人を言わなきゃいけないのすごいですね。許されるの、もう今やったら大問題よ、もう。そうです、ね、そうで本気で言わなきゃいけないの、ガチで好きな人を言わなきゃいけないの。適当にそう言う、いやバレるじゃんそれ。だから一人ずつ立って僕が好きなのは誰々ちゃんですみたいなことを言ってくの、一人ずつ。でそれ言ってくと何が起きるかっていうと、両思いも起きるんだけど、振られるやつも出てくるんだよ。いやそうっすね、振られる人が大多数の誰だ。そう俺は隣のクラスの子が好きで、そしたらその先生がよしじゃあ俺聞いてきてやるっつって隣のクラスの子に小沢が好きだってよみたいなことを聞きに行って、で向こうも好きだってよみたいな感じのことを、両思いだなみたいなことを言ってくる先生で、とんでもない
ない空気になる、その1時間が授業。え、それ授業なんですか？授業中にやらせるんです。ホームルームじゃなくてですか？授業中にやるの、それ中の授業を1時間特別授業でそれやるんだけど、とにかくパンチ効いてる先生で土日になるとその生徒を連れてってお寺の草むしりとかさせるいやいや本当にその先生が給食の時間にテレビ、普通教育テレビをつけるんだけど、はい、笑っていいと思う毎日つけてたの。へー、そんな学校ですね。それ先生だけよ。そう、先生だけが笑っていいと思うをつけてて、笑っていいと思うが始まった時に、だからタモさんがだから、ま、なんつうの、その深夜から出てきた、まだこう結構タモリさん大抜擢だみたいな感じの時で、およそ子供が見る人じゃないってことですか、タモさんは。そうそうそう、でもそれがなんかその給食の時間にその人流して、先生がキラキラ笑ってんの、はいはい、でめちゃくちゃ俺も面白いなと思って、昼に毎日笑っていいと思う正午の時に見れたっていうのが、すっごいテレビが好き、より好きになった理由で、で小6になる時に俺が生徒会長になりたいっつったら、なんかその先生がよしみたいな感じでクラスとか一致団結して選挙活動してくれるの、その先生が。で選挙生徒会長になったのね。で生徒会長になって、そっから、自分でなんか毎月生徒会の発表があって、でその時にこうなんかやんのよ、生徒会で町の人口を発表したりとか、つまんないこと月に1回全員全校生徒集めて、でじゃああまりにも面白くないから好きなことやっていいかって言って、でやっていいって言われて、でその時に大映ドラマが入ってたの、不良少女と呼ばれてっていうドラマとか、なんかその不良ドラマだね、がすごい流行り始めた時で、俺がすごく好きで、そのパロディを自分で脚本を書いて、で、マッチ売りの少女だったかな、マッチ売りの少女がカツアゲされるみたいな話なんだけど、それを自分で書いて、まあ、生徒会長が女装したら笑うだろうなと思って、生徒も。で、自分が主演して、生徒会のみんなを巻き込んで、みんなでお芝居をしたのよ。それがすごい受けたの。すごい受けて気持ちよくて、だからなんか毎月その生徒会の時には、なんか普通じゃないもの、自分らで作った紙芝居やったり、みたいなのが最初の、なんていうの、まあエンタメ体験みたいな感じかな。そして小学生、作演出、そうそう、主演、鈴木おさむ、主演、そう。オール5みたいな少年なんですか？あの、いや全然勉強はそんなに普通だったの。スポーツは？スポーツも全然できない。で小学校からうちスポーツ用品店だったんだけど、まあそれだからサッカーやらされたっけ、全然上手くなくて、もうやるのが嫌だったの。そのコンプレックスでなんか明るかったり面白い人でいようみたいな。なるほど。そこが特技だったんですね。そのなんかみんなを楽しませるみたいな。勉強はまあまあかな。あの、はあはあ、できなくはないっていうぐらいで。はあはあ、で中学に入って中1の時に、はあ、国語の授業で創作文っていう授業があったのよ。はあはあ、で創作文っていう授業、何が書いてもいいみたいな感じで。はあはあ、でその時に俺の近くに健吾くんっていう子がいて、はあ、寡黙なすごい真面目な子がいたの。はあ、でその子をなんつうの いじるっていうか、なんかその子を主人公にして、その子が夜な夜なレオタードを着て踊り出すみたいな小説を書いたの俺が、ダンシングケンゴっていう。でそれを書いてみんなに見せたら笑うと思って、ですごいノリノリで書いたのよ。でなんかそしたらそれが地元の新聞に掲載されちゃって、それどういう経路でそこ届いてたんですか？先生がその生徒の面白い感想文とかを載せる棒に新聞のコーナーがあったのよ。で何を先生が血迷ったか、俺の小説も書いたものがあまりにも独創的すぎるっつって、それをなんかこう地元の新聞に載せてしまうみたいなことがあって、でもだからそんな経験があって、書くこととか表現するものが楽しいっていうのが中1の時にもより思ったかな。すごいですね。中1でその新聞って新聞社が一応認めたってことなんだよ、掲載。そのみんなはちゃんとした読書感想文を書いてるんだよ、が載るのよたまに。あ、読書感想文としてその創作が載ってるんですか？なんだけど、その時は俺のなんかそのその創作文がダッシング言語が載って結構騒ぎになったんだけど、載った時になんだこれみたいな感じで、でもなんかそれがすごい心地よくて、でなんかそこからよりまたものを書いたりとかっていうのが好きになったかな。でもその時にはもううっすらちょっとその物書きというか小説家なのか、なんかそういうなんか作る人になるっていう。なんかラジオがめっちゃ流行っててさ、トンネルズのオールナイトニッポンとか、まあ、タケさんとかもあの、まあ、聞いてたけど、でもなんかそういうこうハガキ職人になりたいというよりも、なんかそういうもので
なんか読まれたいなとか、放送作家っていうのは結構中学ぐらいから意識して、まあ、秋元さんもね、結構、おにゃんこで有名だったし。あ、秋元さんも、その、さんまさんが中学生ぐらいの時には。もうだって、おにゃんこクラブの歌詞もめっちゃ書いてたし、へぇ意識してたね。で、あと、高田文雄先生を、もう認識してたし、っていうのが中学ぐらいかな。あ、じゃあもう、そんな時からもう、その、放送作家っていうのはちょっと意識してたんですね。あ、意識してた、意識してた。その時にね。じゃあ、それなりたいっていう、思ったのは高校ぐらいの時かな、夢で会えたらって番組があって、フジテレビのダンタンさんと、でジャナちゃんさんと野沢直子さんと清水美智子さんの番組があって、それが深夜の2時からやってたのよ。そうそう、夜中で、で白バックの前でピアノを弾いてみんなが集まる、まあ、フジテレビらしいなんかあるじゃん、なんかかっこいい、うんうんうん、でなんかそれやってて、うわすごいかっこいいし面白いなと思って、なんかそれにすごい作家集がして、作家さんが作ったっていう感じがして、それを見て放送作家になりたいっていう風にすごい強烈に思ったのが高校の時かな。当時でも学校とかないじゃないですか。ないないない、うん、そのルートとかを どうやって探し出すんですか。いやそれはまず、はい、そのほらうちスポーツ用品店だから、はい、継いでほしいわけ親は。ああそっか、そもそもそう兄弟いるんですか。お姉ちゃんがいて、お姉ちゃんも大学行ってたし。お姉ちゃんなんですね。何校上ぐらいなんですか。4つ上。あ、はあはあ、で高校を出て東京行くんだったら大学行かなきゃダメって言われたの、はあはあ、で専門学校じゃダメって言われて、で大学行かない限りは東京に行くことは認めんって言われて、で、明治学院大学って大学に受かったのね。大学に入って、でバイトしながらとか、まあ、やるんだけど、夏に俺がたまたま見てたらテレ朝で太田プロのドキュメンタリーやってたのよ、お笑いライブの。でお笑いライブこうやって作るっていうのをやってて、そこに前田翔平さんっていう作家さんが出てたの、まあ、ネタ見せっていうの、芸人の。いやここに行けば放送作家に会えるじゃんと思って、当時 NTT の番号案内で太田プロって聞くと教えてくれるんだよね。そうなんですか。そう、それで電話して、で放送作家になりたいって言うと断られるなと思ったから、お笑いライブのオーディションを受けたいって言って、で申し込んだらいついつ来てくれって赤坂の稽古場があって、赤坂じゃない四ツ谷の、でそこに行くと本当にライブのオーディションを受ける人がめちゃくちゃいるの、うんうん、それで、オーディションを自分の何時間待って、で自分の番になった時に、すみません僕実はつって放送作家になりたくて今日来たんですって言ったら、まあそんなやついるんだろうねいっぱい、で、うん、で来たんです、すみませんとかって言ったら、前田翔平さんが分かったよつって、ただ今の作家は演者の気持ちが分からないやつが多い、うん、だから演者の気持ちが分からないやつが多いから、お前本当になりたいんだったら半年間、うん、ネタを作って、オーディションを受けろって言われた、太田プロの。ピン芸人として。ピン芸人だってさ、放送作家目指さなきゃなんか誰かと組むわけにもいかないじゃん。そうか、そうっすね。そう、それでネタを作ってオーディションを受けるようになったの。そうです、目標がありますもんね、作家になりたいっていう。そう、でもね、3回ぐらいに、ね、ちゃんと出れたんだよ。あ、そう、ライブにね。受かってライブに出れた。受かって、で、その時に俺が放送作家をやりたくて、うん、その作家をやってるっていうのは、まあそのなんつうの知ってるじゃない、うん、その、うん、時に2回目かなんかの時に、うん、当時なんか新人だった U ターンがいたのよ、うん、土田さん2人当時、あ、津島さん、津島くんと土田くんがいて、うん、こう並んでたわけオーディションを、うん、したら津島くんが、お前放送作家目指してんの、芸人とかやってんじゃねえよって感じで、めっちゃすっごい怖くてで、なんか土田くんはその時フォローしてくれたのよ。そっちの方が優しいんですか。優しかったの、土田くんの方がそれで、放送作家を目指してるって時に松村邦弘さんが、なんか知んないけど俺のことをものすごい作家になりたいんでしょっつって俺のネタを見てくれっつってライブのネタとかをすごい俺にネタ見せしたアドバイスを求められたかもしれない。そう、それでプライベートもすごい俺を飯に誘って連れ回してくれるようになったんだよ。へー。俺が多分出会った時ね、電波少年前だったの。あ、まだ電波少年前なんですかそれ。でもバウバウっていうギャグで結構有名だったんだけど、電波少年前で、それで松村さんと飯を食ってる時に、電波少年前はまあまあまあ松村さんだって言われるぐらいなんだけど、電波少年であのほらヤンキーの企画があったじゃない、チーマーの、チーマーに注意するっていう企画で、松村さんそれでブレイクしたんだけど、チーマーにボコボコにされる電波少年でね、それで一躍人気者になったのよ松村さんって。でだからもう
一緒に松村さんそれが放送されてから街歩いてるともうそこら中のヤンキーがおい松村って本当に追っかけてくるの。殴っていい人になっちゃってますもんね。そうなんだけど前までそんなに街で声かけられなかった人がたった一本のテレビ番組で、まあ、ある意味誰もが知ってる人になって電波少年をやってからある時飯行こうよ金取りに行くわっつったらすっごい分厚い封筒が出てきてそっからブワって金を取って飯に行ったの。だからなんつうの人が瞬く間にこうすごいお金を手にしていく瞬間を見たのがだから19歳の時から19から20歳あ19の時かな。で半年間やってで本当に2月に立ち、ま、時間が半年経ちました。そしたら前田翔平さんが僕を日本放送に連れてってくれてで山田邦子さんのリクエスト番組と竹原紀之さんのオールナイトニッポンを、に連れててくれてまあノーギャラね。あでもラジオスタートなんですね。じゃあ最初ラジオ俺めちゃくちゃやってたからあその19、20歳日本放送19、20、21でもうラジオ十何本レギュラーです日本放送で住んでた日本放送であラジオの放送作家さんのその1年目ぐらいの方って何するんですか。なんかネタ出しとか企画を考えたりとか例えばその邦子さんの番組だと電力番組でなんか電話でみんなの体験をいろいろ言ってくるんで私不倫してましたみたいなこと電話でまあこのチャンネルみたいなことをさ言ってくるんだよみんながそれを聞いてリライトっつーのなんかちゃんとした文章にして出すみたいな感じのうんだか書くものの練習というかあと本当にネタを出したりみたいなそういうことををやってたのが1年目だけどその時にその俺が一番最初に日本放送に行った時にその年かなのちょっと前ぐらいに鍋おさみさんって知ってる夜間さんのお父さんお父さんで要はもう本当に名刺会社ですね。もうコメディアンでそれこそ朝の情報番組加藤さんみたいなもんよ。極楽のねその鍋おさみさんの息子さんが結果後に鍋やかんさんと言われるんだけど当時明治大学替え玉事件っていう大問題が起きて要はその鍋おさみさんが息子の鍋、まあ、結果後の鍋やかんさんを明治大学に入れたいんだけど、まあ、受からないだろうと一緒にブローカーがいてこのブローカーが多分お金を払うことによって中の明治大学の生徒に替え玉で受験をさせるっていうでこれが何が問題って一人じゃなくて組織的な何人もお金持ちの人に何人も声をかけてでこのブローカーがお金を取ってそれで受験をさせるって受からせるっていうまあもうこれ大犯罪ですねで刑事事件になってこれバレたのでもう連日そのスクープそれを見てた時に明治大学のその買い玉をしたやつは当然クビになるわけ、うんうん、で俺バカだなこいつらと思って見てたわけ、うん、せっかく明治大学入ったのに買い玉事件なんかしちゃって人生終わったじゃんと思ってたらその俺が日本放送に行った初日に俺より半年先輩の作家さんがいて、うん、まあ A さんとして、うん、その A さんがいてどうも A ですとかすごい真面目な人がいて、うん、したらディレクターがパーって寄ってきておい鈴木つってでお前何やってんだって大学生ですって言ったらこの A はな明大替え玉事件のな犯人なんだぞって受験をしてクビになった犯人だったので自分の人生が俺は終わったと思ってるわけじゃない。だって明治大学入ってそんなことやってもうねそんなことやって犯罪じゃない。で終わったと思った人がそこで要はすげえだろって言われててそんなこいつすげえだろいや面白いだろっていう感じで紹介されてで世間騒がしてるからってことお前に何があんのって言われたのただその東田さんとやってもらった番組が終わった瞬間に、うん、ホームランを打つためにギャラ以上の無駄な努力をするっていうことができる唯一の番組だったんですけど、うん、それ以外はもう要は内野安打さえ打っても怒られないからもう内野安打製造機としてその自分の心をそうそうそう殺して、こっからあと17年やっていくのちょっと嫌だなと思って。いやいやいや、確かに AD とかに悪口言われる。あいつつまんねえなとか言われるけど、そんなほっといたらええねん。子供いてんねんから。いやいや、でも。お前に何があんのって言われたの。おー、確かに。で、お前に何があんのって言われて、俺大学生で、ね、千葉出身でって何もないじゃない。その時に自分の付加価値が、俺は何もないっていうことでそこに気づくんだよね。
あ、強いエピソードないってことですね。その強いエピソードとか、いや例えばじゃあ俺が高校の時にバックパック一つで世界一周しましたとかでもいいと思うんだよ。とかでもなんかそれは自分の付加価値だと思うんだけど、まあ、普通に大学入って、で俺は普通に親もいるしとか、で例えば俺が分かんない、いや両親がいなくてとかさ、だから本当にこのチャンネルに出てくるような経験をしてる人だったら自分のそれがこの業界では付加価値に当地になったんだよね。今は違うかもしれないけど、で俺には何もないって、要はその大人がもう何にも面白がらない、あ、普通だねみたいな。そう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 。だから俺がなんか企画案とかネタを出しても面白がられない、興味持たれないですね。そう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 。そう、サムネイルが悪いというか、そう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 、サムネイルが、そうそうそう、だから引きがない。それでどうしようどうしようと思って、こう何にも俺興味持たれてないなと思って、その当時都内で SM クラブが入り始めたのよ。SM クラブが入り始めて、でなんかその日本の人たちが SM クラブのことをすごい噂して、どんな感じなんだろうなみたいなこと言ってて、でもうこれだと思って、で自腹でお金を払って SM クラブに行ったので、 M コースを体験してすごいメモ取って、日本放で、いや実は昨日 SM クラブに行ってきましたよ、みたいな、どんなとこなのみたいなことを言って、いや M コースと S コース値段が違ってとか、すごいちゃんとメモして体験したことを喋ったら、初めて俺に興味を持ってくれた。そうだから、こういうことなんだと思って、俺らの世界っていうのは、まあね、この外録チャンネルもそうだけど、知らないことを知りたいわけじゃない。あ、そうですね。そうで、ディレクターだって、まあ、放送作家に求めることって、もちろん書くこととか中身もそうなんだけど、知らないことを教えてくれる存在じゃないと興味を持たないんだなと思って、お前面白いなガッツあんなみたいな感じで、なんか最初の頃 SM 君みたいなあだ名もつけられて、でもあだ名つけられるだけマシじゃない、おいって言われるから名前も覚えてもらえないじゃない最初って、っていうのが最初の駆け出しの頃。それでじゃあ、そのでも口コミで、じゃあそのラジオ局の間にどんどん、じゃ あの鈴木仕事がどんどん増えてって、ほうほう、最初はノーギャラだったのが、半年経ったらじゃあ1万円あげるとか、っていうところからどん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 、あの仕事が増えていったっていうのが最初かな。でも書く量もどん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 増えてって、だ若くしてすごいお仕事をたくさんいただいて、21ぐらいの時には。学校とか行けてるんですか？学校はでも、あのもう行ってなくて、で親に内緒嘘をついて、でずっと休んでて行ってなくて、で3年目で辞めたのかな。それどうかく、その東京では大学行けみたいな言う親だから反対されなかったんですか？だけどその時には自分の給料が 月30万もらえるようになってから言おうと思って。そう、確かにそれを学生で稼ぐってすごいっすね。そう、月30万を稼いでたら文句ないだろうって、月30万稼いだ時にようやく月このぐらい稼げるようになってこういう仕事してるんだけどみたいな。だからラジオ局でバイトしてるぐらいに思ってたんだね。それでなんか、なんであの辞めたいっつったら分かったっつって、それでもう専属になるんだけど、ずっとラジオにいるじゃないですか。テレビへの足掛かりは何で、なんか2つあって、一回時矢孝子さんが当時こう「アグマのキス」っていうドラマでバンってこうブレイクし始めた時があって、オールナイトニッポンの2部を一回やったのよ。そしたらすごい評判良くて、それがレギュラーになると、まあ、あの30分の番組でね、なるって言ってたから、もう当然作家は俺だろうと思ってたら、全然オファーが来なかったの。あ、もうその時 その若手の中だとおさむさんみたいな感じ。あ、そう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 、そんな感じ。ラジオで結構、まあ、なんつうの、勢いがあるやつみたいな。ほうほうほう。で待ってたら結果先輩作家さんになったの。まあ、その人すごい面白いんだけど、腕があって、その先輩作家さんになって、なんだよとかって思ってたら、その先輩作家さんが俺のところにやってきて、いや実は僕は君がオールナイトやった時から悔しかったんだよ、俺がやりたかったんだよ、時矢孝子さんの同じ日本だけど、君がやって俺は悔しかったから自分でレギュラーになる時に俺にやらせてくれってアピールしたんだよってわざわざ俺に言ってきて、まあ、腹立つじゃんちょっと。あ、まさしてそうですね。そう、取られちゃったみたいな。そうそう、だけど自分のやりたいことは口に出して行動しないと仕事取られるぞって言われたの、その人に。すごい、それ両方とも20代ですよ。そう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 、でも最初は俺より4つ上くらいな。でそっかと思って、自分のやりたいことを口にしようっていう風に思って、そっから俺その日本放送 AM 局じゃない、でなんだけど FM 番組すごい興味があって。ちなみにもちろんそんな
に AM と FM の違いが分かってないんですけど、AM はなんか日本放送とか文化放送とか TBS みたいな感じで、うん、FM は FM 電波流して東京 FM とか JWAVE とか、まあ音楽が多くておしゃれな番組みたいな感じかな、イメージで言うと。AM の方がおしゃべりが多いみたいな。お笑いっぽいのが AM なんですか？まあ基本はね、その頃今だいぶ変わってきちゃったけど、でもなんか音楽がすごいいっぱい流れるのが FM でみたいな感じで、そうで、その時にでも FM 番組にすごい興味があって、で、FM 番組やりたかったんだけど、AM でそれ言うの失礼じゃん。FM やりたいって、うん、TBS でフジテレビの番組やりたいって言いまくってるのと一緒だから、なんだけどもうなんかやりたいことは口にしなきゃダメだと思って、うん、FM 番組やりたいんですよねって結構至るところで言ってたの、うん、したらそれに対して痛いっていうやつも当然あんだあいつっていうやつもいたんだけど、たまたま両方やってる FM と AM 両方やってるディレクターがいて、勝島さんっていう人がいて、その人がお前 FM 番組やりたいって言ってたよなっつって、で東京 FM 連れてってくれたの、うん、東京 FM 連れてってくれて、それでその時に始まった番組が、あの木村拓哉くんの番組。おお、それが最初の出会いなんですか？うん、最初の出会いで、俺も彼も22、同い年なんで22で、それで、FM でちょっとなんつうの、こうただおしゃれじゃない番組、男の人が聞くような番組を彼自身も求めてたから、俺も同い年だし、それで作った番組が木村拓哉のワッツアップスマップっていう番組が、俺が22だったかなに始まるんだよね。それが結果、1年半2年ぐらい経った時にスマップスマップ、このそのメンバースマップ全員の番組になっていくっていうのが一個と、 あともう一個、日本放送で良い子のオールナイトニッポンの特番をまあやったんだよね。でやった時に、まあそのやるまで結構時間がかかってコント作ったりで、すごい仲良くなったの良い子と。で良い子と仲良くなって、いよいよ明日放送だっていう時に会議室でいろいろなんかやってたのよ、いろいろ素材を作ったり良い子してたら、その日が木曜日で、フジテレビの片岡飛鳥さんが「飛ぶ薬」って番組があってね、「飛ぶ薬の2」を作りますっていうのを多分ナインティナインに説明しに来る日かなんかだったの、おそらく。でそのナインティナインがまだ会議室入ってなくて、警備員の人が間違って俺と良い子がいる部屋にフジテレビの片岡飛鳥様が来てますって言ったの。で、ナインティナインさんもナインティナイン様にごめんかいでって言って、すいません、で俺ナインティナイン入ってたのに、はい、まだ来てないの知ってたから、でも良い子と仕事してるのは知ってたんじゃない、俺会ったことないけど。それで、あ、じゃあ良い子いるんで待っててくださいって言って、飛鳥さんたちがその間違い電話だよね、警備員の、うん、間違い電話を俺が受けたことがきっかけだったんだけど、会議室に来て、で、はじめまして、鈴木おさむですって言って、で、飛鳥さんと良い子は99が来るまで待ってたんだね、飛鳥さん、うん、その時に良い子とこんな風に喋る同年代の作家を初めて見たって言って、それで飛ぶ薬って番組にやってみないかって言われて、飛ぶ薬に入ったっていうのが一個あって、だからその年に2つ、だからたまたまその飛鳥さんと、まあ良い子をきっかけで飛鳥さんと出会って飛ぶ薬から、まあそれめっちゃモテからめちゃイケになるんだけど、っていうのと、その年に木村拓哉君と出会って WhatsApp スマップっていうラジオをやって、で結構それが人気になって、でまあ面白くて若い作家だねみたいなことでいろんな評価があって、それでスマップスマップっていうのに入ったっていうのが一個文句かな。じゃあそのジャニーズ番組とお笑い番組に2ついきなり入ってくるんですね、そのなんていうか。そうそうそう、だからずっとその時までラジオを、だから 2,3 年でラジオも十何本やって、うん、でラジオってめちゃくちゃ欠かせんのよ、何でも日本放送って、欠かせってさ、もう無駄になることでもというなんていうの、意外とねオール台本だったりする番組もあるのよ。あ、ラジオがですか？ラジオが意外とあのワイドの番組って結構だから作家さんのセンス、本当に面白い文章にして書いたりとかめちゃくちゃ書かせるのね。で当時はだからすっごい書く能力はすごい多分上がってて、もうじゃあそう筋肉ムキムキというか、あ、そう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 、筋肉ムキムキで、うん、めちゃくちゃ AD 時代に鍛錬したみたいな感じで、それでテレビの世界に入っていくのが、それが本格的だったかな。ちなみに木村拓哉さんとか入ってあった時とかってスマップってもう売れてるんですか？ね、光源氏さんがいるぐらいだったんですか？あ、光源氏はもう解散はしてたかどうかわからないけど、でもほらもともとアイドル冬の時代って言われて歌番組に出れないとか言われて、多分彼らはバラエティとか出始めて、夢がモリモリとか出始めたでしょ、うん、で俺が会った時にはもう彼は多分、あれは出てたんだよね、アスナラ白書とかで人気にはなってたけど、キムタクとはまだギリで言われてなくて、
それこそラジオでなんかキムタクって呼ばれてるの知ってますかみたいなのを取り上げたことがきっかけで結構ブワッと流行るみたいな。あ、爆発寸前になってるんですね。そう、爆発寸前になってる。うん、でもそのスマップスマップとかめちゃモテとかはじゃあ 一番下っ端として入る。下っ端下っ端。めちゃモテも下っ端だね。そう、あと3人いて、鈴木工務店さんという人と渡辺信也さんと、あと俺が一番こう若手みたいな感じで入ってて、で伊藤さんという人がいて、でだんだんまあ人が増えてくるんだけど、その後、うん、スマスマにもじゃあその先輩作家さんもいっぱいいたんですか。いたので、6人あもう結構夢がもりもりって番組をやってなかったんだけど、いてすっごい痛かったから、もうあ痛いってのは、あ、おさむさんが、そう、あ、どういうこと、自分に自信があって俺が面白いと思ってるじゃない。あ、そう、ラジオって結果出してるし、ライトカードも若いから若いから本当に昔のお前みたいな感じだったけど若かりし日のもうギラギラのナイフみたいな感じで、自分が一番面白いと思って、だと例えばその、木村君とラジオの中で結果スマスマの中でやった古畑任三郎のコントとか、でラジオの中で結構パロディーやってたのよ。ああ、ちょっと木村さんモノマネじゃないけど、そうそうそう、モノマネでもうラジオコントとかもやってて番組の中で、だからもうその彼の感じとか相性とかもう分かってるじゃん自分で。でそのラジオコントを書くっていう時に、自分でこう書いて、まあ、他の人も書いてたんだけど、でもその時の新井さん、プロデューサーの新井さんが、まあ、一番下っ端の俺のものをすごい採用してくれたんだよね。うん、だからそれすごいと思うけど、あの普通だったらね上の人のものを使うじゃない、はいはい、だけどやっぱメンバーとその相性もいいし、はい、で書くのも面白いと思ってくれたんだと思うんだけど、それで俺のコントを採用してくれるようになって、だから、うん、そこからは早くて、はい、結構メインコントみたいなのがあるんだけど、でも結構それをもうひたすらもう3ヶ月経ったぐらいにほとんどコントはもう俺が書いてるみたいな状態になって、俺収録も立ち会ってたんで、うん、5、6年はで水木行ってたから、収録終わりに新井さんたちとかディレクターと会議するみたいな、それが本当の会議になっていっちゃったみたいな感じで、あ、うん、現場 あのノリが分かってないとちょっと話にならないですよね。であとまあそれが終わって会議した方が早いじゃんみたいな感じになって、だからどん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 自分は一応テロップ上は最初は一番下だったけど、うん、まあ、実質こうチーフ作家みたいな感じに早めにこう新井さんがしてくれたみたいな感じ。その実質チーフ作家だったら何歳ぐらいなんですか。でもだから20番組が24の時って始まったから、多分後半ぐらいにはもう実質 TMC で収録してたんだけど、毎週新井さんたちと会議するような感じに。でもちろんだからその他の人の作家さんももちろんね書くコントもあったんだけど、実質すごい新井さんが俺をシフト、あのメインシフトにして、だ24歳の作家をね、すごいことだよね。でもそれね、いやあんまりだから聞かないですよね、うん、そういう、うん、まあ、あの今でそんな24でね、そのゴールデン番組のみたいな。そうだよね。でもなんかそのおかげで、それが成功したおかげですごい仕事も増えたし、スマスマって、うん、最初から結構ロケットスタートですか。 そう、ロケット最初から 20% いったんだよね。ですよね。そうビストロスマップとか、とビストロスマップと、そうそう、ピーちゃんとかね、ピーちゃんのコントコーナー、だから古畑のパロディコントが多分最初なんだけど、とあと歌が、ね、CG で、しかもなんかね CG でわーってセットが変わるみたいなことをやってて、で中森明さんかな初回は。で本当に当時スタートがね、ロングバケーションドラマが初日で一緒なんだよね。月9でロングバケが始まった日とスマスマが始まった日が一緒で、うん、でも本当にだからあの日があれじゃない、そのアイドルがゴールデン番組でメインをするっていうことってなかったから、でしかも視聴率を取るっていうのがね、はあはあ、なかったから、あの日にだから多分テレビの歴史が一個変わった日だったのね。だってそれこそまあ何ですか、そのスマップがそのテレビ界を占領していくじゃないけど、あ、そうそうそう、だからもう日ですもんね。もうあの日がだから本当に爆発した日じゃない。で例えばその I Love SMAP っていう番組をテレ東でやってたんだよね、はあ、夕方6時半とかずっとやってるじゃないか、ジャニーズの、はあ、で SMAP は直前まで I Love SMAP やってるんだけど、別に視聴率数パーセントしか取ってないんだよ。だからすごい、俺はある人にも言われたのが、いや多分テレビ東京でやってる番組が数パーセントだから絶対 SMAP SMAP 取らないよって言われたんだけど、はあ、でもなんかすごいね、あの時のなんかフジテレビでたまにあるじゃん、その爆発する瞬間が、はあはあ、それが本当まさに初回からロケットスタートだった。
ごいっすね、それ、うん、元を正せば FM やりたいって言いたいこと言わなかったら生きてない可能性があるってことですよね。そうだね、だからなんか自分でやりたいことは口にするとかそれを言ってくれてたのがすごい良かったかな。でもなんか不思議なもんで、はい、でこれを言うとまたお母さんが怒るんだけど、そなづまが結構バーってブレイクして仕事も俺も一気に増えて、でお金すごい稼げるようになるじゃない、仕事が増えて、でラジオもまだちょっとやってたけど、すごい25歳ぐらいに多分月200万ぐらいがもうすごいっすね、もらえるようになってたの。でただもう本当寝てないですよ、その代わり。もう当時はさ、すなづまのコントとかもほぼほぼ8割9割自分で書いて、月曜日に締め切りがあってとか、で道上げの会議も月曜日にあってとか、他にもすごいやってたから、もうほぼほぼ寝ない状態で、だから遊ぶこともほとんどできないんだけど、その時にお父さんが電話があって、でなんかなんとなくお店がうまくいってないのは分かってたんです。ちょっと実家来てくれって言われて、そしたら電話がもう1日100回だよ、ずっと電話が鳴ってんの。え、お実家に。ほうほう。でお母さんがパッて出てははい大丈夫ですとか、はい、いませんとかのいう電話が鳴り響いてんのよ。ほうほう。でなんだろうと思って、バブルが弾けて、なんかその仕事がまあいろいろ今までいっぱい販売してた、例えば学校販売してたものとか、そういうのがなくなったりとか、いろんなタイミングが重なっちゃって、多分最初は大したことなかったと思うんだけど、借金で俺がほら大学に行くとかさ、お金かかるじゃん、多分そういうのもあってだと俺はそのこと気づいてなかったんだけど、どん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 重んでって借金がすごかったらしくて、で俺がその銀行に行って、でなんか説明をされて、でお父さんがちょっと借金があるんだけど、借金を一つにまとめてくれるらしいんだよみたいな、銀行に振って、はい、でいくら借金あるかご存知ですかって言われて、はい、銀行の人が俺に聞くわけ、はい、知らないですって言ったら怖っ、そこでまずその銀行が5000万、え銀行から、うん、銀行が5000万で、当時商工ローンってのがあって、消費者金融、消費者金融でも商工ローンっていうのがあってね、で商工ローンっていうところが年利が 39% ぐらいだった。年利さ 39% で、それが3000万、だからもう年利だけでもうね、だから、1200万になってくるんだね。でも1年ほどくとも1億に借金が伸びたことで、あでもう5000万3000万があって、かつここにもう一個あって闇金から2000万借りてたの。それ何でいいかもですか。と統一です。本当に一億。本当の統一。で、1億借金があるって言われて、って言って、でしかも銀行の借金だけじゃなくて、商工ローンとあとその闇金に結果なっちゃったのが、まあでもお父さんも仕方なくそうなっちゃったね。だから俺にも言えなくて。あ、まあそうですね。そうなっちゃってそこまで言えなくて。多分ね、お父さんは銀行が本当にまとめてくれるって全部をね、うん、と思ってたと思うんだけど、まあ、銀行は俺に、お父さん破産宣告させてくれっつって、うん、もう無理だと、うん、もうこの借金返せないから破産宣告させてくれっつって、で俺が、まあ、当時200万ぐらい稼いでるじゃない、うん、でもとは言っても絶対無理だと思ってたんだけど、うん、それで返しますって言ったの、うん、僕が頑張って返します破産させずにって言ったら、あなたの仕事は水商売みたいなものだから無理ですって言われたの。あ若いしね、うんうん、だから無理ですって言われて、って言われてめっちゃ悔しくて、とりあえずそれはそれで帰ったのね。帰ってお父さんも何も言えなくて、申し訳ない気持ちでいっぱいじゃん俺に対して。で俺もびっくりしちゃって、どうしようどうしようと思って、でその時に東京にいる弁護士とか詳しい人さんに聞いたら、とにかくその2000万だけ、屋根金の分だけ返せねえのか、なんとかしてるんですよ、うんうん、もうその家にブルドーザーが来るぞとか言われて、みたいな。でもこれ銀行の担保なんですけどとかって、とにかく当時ほら結構事件もあったからさ、あ、まあ、確かにちょっと闇金とか闇金もあったし、その商工ローンとかもね結構ね有名な事件があったんですよ。その実際に
うちが借りてたところが、ライターで目玉焼くぞって脅した事件があったりとかして、すげえ怖いところもあったんですよね。それでとにかくそのまず2000万まで返さないのかっつって、でも無理だと思ってたけど、お父さんがいろんなところに行ったら、お父さんの、まあ、友人が無利子で貸してくれたんですよ、2000万を。とは言ってもそれはエミ金の分が返せただけで、あと8000万あって、もう無理だなと思ったの俺。そうですね、年利 39% ですもんね。そうで39% であと5000万あるじゃん。で俺700万貯金あったのその時。700万貯金があって、でもうこれ仕事辞めて、でまあ要はその担保に入ってた人とかで結構、まあ結構知人がいたわけですよ、お金をの担保で、でも要はその人たちの土地もなくなっちゃうわけじゃないですか、それを、返せないと。でももう無理だなと思って、俺もそのお母さんとおばあちゃん連れて逃げようと思ったの。なるほど。それ700万で。夜逃げみたいな。夜逃げみたいな。で、もう仕事も辞めるしかないと。もう、でも、そのぐらい切羽詰まってたから、で、電話かかってくるし、で、多分そのうち俺の携帯にもかかってくるなと思ってたから、だからもう逃げるしかないって思って、ずっと、その中1週間ぐらい会議休んでたの、俺、いろいろ。あまりにもいろんなことがありすぎて、借金をどうしようと思って、もうこれやべえなと思ってたら、片岡飛鳥さんから、携帯に電話があって、なんか俺が多分一回休んだかなんかで、どうしたみたいな感じで言われて、で、俺が、その数日間で起きたことを、飛鳥さんに携帯電話で説明したの。いや、これこれ、こうなって、こうなって、こうなって、もうちょっとシャレになんないっす、みたいなことを言ったら、その話をしたら、飛鳥さんが、面白えな、っつったの、その話。その話、面白えな、お前、つって。で、今度の会議来て、お前その話、お前しろよみんなに。みたいな。でもまあ、ほら、いきなり辞めるのもとも思って。朝ご挨拶も含めて。で、会議行って朝4時ぐらいまでやってたから、4時までやってたら、確か飛鳥さんがね、おざむから面白い話がありますみたいな。言ったら、なんてこと言うんだと思って。俺は深刻に話そうとしてたのに。でも、面白い話がありますって言ったから、その、数日間に起きた話をすごい客観的にエピソードトークとして話してみた。いやもうこんなことがあってこんなこと言われたんですよみたいな流れく話したらめっちゃ笑ったのみんなが。あの会議室にいる作家さんがみんなも伊藤さんとかもみんなも手叩いてきて、でうわーとかって笑って、で笑ってくれた時に、あれこれはもしかしたら辛い経験なんじゃなくて面白い経験なんじゃないかっていう風にちょっとだけ麻痺したの。したら次の日になんか俺のその大変らしいっていう噂を聞いた新井さんが俺のところにすっ飛んできて、大沢も聞いたぞっつって、新井さんが絶対辞めるなっつって、でお金を貸すこともあげることもできないけど君には能力があるから、もう仕事は触れるし君は才能があるから、とにかく仕事は与えられるから頑張れって言ってくれて、でそっからやっぱりじゃあ頑張ろうって思って、お母さんとお父さんと喋ってもう返そうと、みんなで、あみんなで全員ね、全員働いて、全員、まあ、お父さんのお母さんも働いて返そうっつって、でそっから返済生活数に入るわけですよ。それでね、月200万稼いでたからいいじゃんっていう人もいるの。これ違うんですよ、これね。例えば俺は、さっき言った30万っていうのは自分にとってすごい大事な目安で、30万ぐらいもらってる生活はしないと、これ何のために働いてるか分かんないと思って、簡単に言うと200万入ってきたら、170万ぐらい借金で返すみたいな、プラス税金もあるんですね。170万ぐらい税金、借金で返していくんだけど、これ、ね、もちろんだから15万円しか稼げなくて 10万円を借金で、まあ、大変ですよそれも、だけどね、寝ないで自分がお金を稼げるようになってきたのに、その200万のうちの170万とかを借金で返していくと、ちょっとね気が狂ってくるんだよ。ああ、だからその働いても働いても裕福にならないみたいな。裕福にならないし仕事はめっちゃ来るし、でもキラキラしたところにいるわけじゃん。それがめちゃくちゃキラキラしてて、スマップなんかすっごい爆裂に売れてて、番組もどんどん人気になってって、で俺の仕事もどんどん増えていくんだけど、でもやればやるほど寝れないし、でしかもお金をどんどん借金で返していくみたいな日々で、どんどんおかしくなっていくんだよ。
あ、病んでくんですか。そう状態になってくる。なんかその仕事はノリに乗ってるけど、そのプライベートでは遊ぶ時間も寝る時間もないけど、お金だけは減ってくみたいな、なんか変なスイッチでそう状態になってる。そっから最初はお母さんとお父さんに借金の管理をして、俺はただ振り込むだけだったんだけど、ちょっと待てよと思って、その年間俺らだってその商工ローンで1200万あれがあるわけじゃない。そのでも最初はそれ返すだけでいっぱいいっぱいだったけど、ちょっと待てと思って、これちょっと無理してでも一社ずつ元キーを返していった方が早いんじゃないかとか、うんうん、だから全部その借金の成分を見せてくれっつって俺に見せてもらって、うん、ちょっと途中からそれをなんか自分で仕切り始めて。たけれたけれたけれ心は殺すことはルーズ、まずはこの会社のこれを返そうとかって、うんうん、まずはこの会社のこれを返そうつって自分でも決めて、うんうん、そのギリギリあった貯金とかももうパンって崩したりとか、うん、でなんかそれでまたちょっとお金が貯まってくるとまた結構大きくドーンって返したりとかして、それを繰り返してたの、うん、お父さんたちも頑張ったし、でもそれで借金を返し続けていたら30歳ぐらいでゴールが見えてきたの。でもまだ30続けてるんですよ。続くと25から30まで地獄の5年間ですよ。いやそうですよ、だって、うん、億近い金額ですもん、ね、1億だけど1億を返して利子を返し続けるから結果1億5000から2億ぐらい なるんだけど、結果すごい金額だったんだけど、でも30ぐらいになってきたらだんだん、うん、こう借金がかなり減ってきて、あんなに借金に悩まされてたのに、なんかちょっと燃え尽き症候群みたいになってきちゃう。物足りないんだから なんかその俺は何のために働いてんだっけみたいな。わあ、残り500万だみたいな。嬉しいじゃないですか、分かんないけど。いやなくて、どうなんかこう燃え尽きた感じになってきて、ほうほう、その年にドラマを初めてやったのよ、人に優しくってドラマを。おうほうほう、慎吾君主演のね。で初めて自分だから連ドラデビューが俺月9だったんだけど、それはどういう経緯ですか。だってもともとそれは慎吾ママってすごい当たったキャラクターがいて、サタスマって番組から番組が当たってて、慎吾ママのドラマをやることになって、俺に書いてみないかって言われて初めてドラマを書いたんですよ。そしたらそのドラマが当たって2回ぐらいやったんだけど、視聴率もすごい良かったし 20% とか取ったりとか、まあ、結果いい話になったみたいね、うんうん、でそれをなんかその当時フジテレビのドラマトップだったかな、太田徹さんっていう東京ラブストーリーとか作った人が連ドラやんないって言われて、でやるんだったら月9デビューはいいよとかって言われて、で月9で人に優しくっていうのを作ってやったんだけど、まあ、簡単に言うと歯が立たなかったの俺が。でもヒットしてませんでした。ヒットしたけど、結果吉野さんと作家にも入ってもらって、まあ、大変ご迷惑をおかけしたとか、まあ、なんつうのバラエティで10年やってきたから通用すると思ったんだけど、簡単に言うとあんま歯が立たなくて、クレアラさんっていう女性のプロデューサーはずっと未だに仲良くていろいろお仕事してるけど、ずっと俺の味方でいてくれたんだけど、まあ、簡単に言うとちょっとした4、5件合うみたいな感じがあったのね。へえ、まさかドラマ化するとまた、そうそう、バラエティーのやつがみたいな。そう、なる、向こうの気持ちわかるじゃん、うんうん、バラエティーのやつが来てよみたいな感じがあって、はい、って思ってただろうし、香取慎吾やってくかもしんないけどみたいに思ってたんだろうけど、で結構しごかれたりとかして、はい、結果ドラマはすごく当たったんだけど、なんか自分の中ではなんかこう、うん、なんか手応えがないというか、 あれが落ち込む出来事だったんですか。そうそう、めっちゃしんどかったので、結構ね相当精神的にも病んでしまって、で一回へこんでしまったのね、すごい。でその時にドラマをやる時にバラエティの仕事を結構絞ってお休みさせてもらってたってて、初めてのドラマだったから、うんうん、でもこれでまたバラエティに戻って普通になんかこう仕事をして、結局ドラマでもあんま歯が立たなかったし、って思ってどうしようと思った時に、たまたまカリカってコンビ、吉本、まあ、マンボウヤシロって言うんだけど、あいつはここの後輩なのね。で久しぶりに電話があってきて、小沢さん僕らも単独ライブできるようになったんで久々に会いませんかなんつって、で会ったらその彼らの周りに売れてないけど面白い芸人さんにいっぱい会うようになったんだよね。でいっぱい会うようになったら、売れてないけど面白い芸人さんってこんなにいるんだっつって、それでそのドラマで俺は自分のね筆が歯が立たなかったから、自分で書いて演出して舞台をやる
ていうのをその時に30の時に決めたんだよね。かつほらその借金が減ってきちゃったから、自分としてのモチベーションが生きるモチベーションが少しなくなってきちゃって、それでその八代とかカリカを中心にして、自分がちゃんと書いて、その芸人さんにコントを考えてもらって、自分が書いたものでちゃんと、物語を作って舞台をやろうっていうのを決めたのが30だった。でその時にその芸人さんたちと会う流れの中で大の字おうちっていうやつとエアギターのね、ナンバーワンだったおうちくんと会って同い年なんだけど、でなんか毎週おうちくんを囲んで飲み会をやろうみたいな話になったの。でなんか会いたい人いますかって言われて、で俺当時そのちょっと前ぐらいかな、その今うちの奥さんだけど大島さんがガキつかになんか裸でサウナ入る企画みたいなのがあったのよ。おっさんみたいな設定で、あの本当に乳首設定で、そう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 。ここで告知です。鈴木おさむさんがパーソナリティを務める火曜新ラジオさんに三谷が出演させていただくことになりました。4月19日16時から放送されます。 FM さんです、よろしくお願いします。